はい、こんばんは。はい、音声の方は聞こえておりますでしょうか。あさん、こんばんは。はい、いつもありがとうございます。エドさん、こんばんは。はい、はい、ということでですね、本日の日付は、令和3年のですね、2月24日水曜日の夜になります。時刻は23時30分になりました。ということで聞こえてますということで、お茶ありがとうございます。はい、ということでですね、本日もドクターラスカル2330ライブ配信の方ですね、やっていきたいと思います。和骨和骨、こんばんは。はい、あ、今日もいい声が届いて、ありがとうございます。恐れ入ります。はい、ということでですね、あ、和骨7ということでありがとうございます。おります。はい、ということでですね、はい、いきたいと思います。はい、で何でしたっけ。あ、そう、流し雛の話、今日は流し雛と、まあ、はしかというかね、まあ、感染症の話をね、ちょっと、まあ、医療サイトの方読んでましてね、あ、そうかそうか、流し雛ってそういうね、歴史があったんだっていうのをね、ちょっと私知らなかったんでね、ちょっと知りましてね、初めてね、うん、まあね、ちょっとその話なんかをね、こうしていきたいなと思っております。はい、ですね、はい、あれどこだっけ、おっと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 、はい、あ、中村さんこんばんは、ミキミキさんこんばんは。はい、速報、バイデン政権、中国に対して尖閣諸島での違法な領海侵犯をやめるように要求、尖閣周辺の立場において日本を支持と発言。おお、どうしたバイデン、なんかまともなことを初めて言ったんじゃないの人ね。はい、あ、今日のあれですか、サムネイルラスカルですか。今日のサムネイルラスカルはですね、これはあれですね、与那国島のですね、ドクターコトー診療所のセット、撮影セットありますね、あれの、窓窓はいはい、そう、物もいげなね、ラスカルということでね、今日は、サムネイルの方ね、やっております。はい、ということでですね、まあ、流し雛の習慣っていうのがね、ああ、そんな深い習慣があったんだってことでね、はい。あ、なるほど、はい。まあいいや、はい。そう、与那国島ですね、はい。結構私の好きなところの一つですよ。うん、島好きなんですよね。はい。声がニコニコいいことあったね。いや別に特に 何もないですよ。うん、そう。ただあのね、なんだ、あのね、片道乗車券をね、こう長いのを作ってこうね、ウキウキしてたってそのぐらいでしょう。うん、今日はね、そのぐらいですね。まああとは。あ、まあ情報とか、まあそんなのが多いのかな、うん、ってことですね。はい、ってことでね、話していきたいと思います。ですね、まあ流し雛の記事ですね、まあこれもすいません、あの医療サイトでですね、まあ、他の先生からの記事をですね、ちょっとそのまま丸パクリさせていただくような話なんですけども、ですね、まあ、あの滋賀医科大学のですね、順大のですね、中川先生というですね、まあ、私もあの面識のあるたまたま先生なんですけれども、はい、まあ、その方がですね、まあ、あの書かれてた記事でですね、流し雛からですね、万葉の心を忍ぶ、生きるとは何かなんての書かれてまして、お、なんかすごいこうね、ちょっとおと思ったんですね。でまあね、今結構ね、そのいろいろなね、あのコロナ禍でね、まあちょっとこう普段よりもこう自由が利かなかったりとかね、それからまああの感染症について非常にこうね、あの認識させられる、きっかけになったかなとは思うんですね。でまああのそう、最初片道切符、うん、ね、なんかね、あのスッさんみたいなね。まあでもあれだよね、あ、いやあのね、彼のすごいところはネットカフェで過ごすことだよね。ああ、大したもんだなと思うよ。
まあいいや。ね、で、ですね、まあ、流しビナーね、流しビナーと、まあ、はしかという関係なんですけど、これはですね、うん、ああ、ワクチンについて語るってどう思いますか？別にいいんじゃないかな。知識があれば。きちんと正しい知識だよ。正しい知識があれば、いいんじゃない？と私は思いますね。はい。ってことです。はい。で、ね、万葉集ね。で、万葉集ってのは非常にね、まあご存知の通り、日本書紀と並んでですね、まあ我が国にね、まあ最古の、まあ書物と言われているようなものでございますね。で、まあその中にね、まあ、やっぱり書かれてるんですけれども、まあそのね、かつて、まあ、我が国は非常に疫病との戦いでした。でね、そういう、まあ、当時なんかはね、まあ本当に二十歳で、お子を産み、ね、平均寿命がね、もう50歳生きれば長生きだったっていうね、そんな時代でした。で、やはりね、万葉集の中にも出てくるんですね、天然痘のね、お話が出てきます。で、非常に死亡率が高くてですね、で、天然痘はね、器量定め、ね、はしかは、ね、命定めですね、命定めとも言われて恐れられてたということですね。で、まあそんなのをですね、まあ非常にこう、なんていうのかな、もともとはですよ、もともとはその流しビナというのはですね、まあ例えば、これはね、まあ例えばその幼少期の出来事がですね、まあ例えばまあね、まあ、普通にこの乗り越えられた方はですね、まあ、そういったですね、まあ、厄を流すという意味を含んでいるのと、まあ、あとですね、まあ、もし乗り越えられなかった方がね、ご子息にいた場合はですね、まあ、そういった方々のね、こう気持ちっていうのかな、まあ、そういうのも含めてね、という感じになります。流すというね、意味なんですね。はい。そういう意味があるようですね。はい。まあ、オリンピックにね、感染して、無事に治療したことの際にね、ヒナを流したりとか、まあ、そういうのがありましたね。まあ、当時、天然痘はもがさと言われてたそうでね。まあ、治っても、いろいろ痕跡を残しているのがあったそうです。で、まあ、各地にね、流しビナの習慣というのは今でもね、残っているってことなんですね。そういえばそうだなと思って、まあ、かなりね、少なくなりましたけどね。はい。まあ、確かにね。なるほど。出殺補助券は持ち帰りできません。そうですね。持って帰っちゃったりするけどね。お願いしてね。私は嫌ですね。まあね、ただいろいろいるじゃないですか。テレビとかでもね、例えば、なんだっけ、人、名前出てこない、白鴎大学の、医学博士の先生。まあ、医学博士っていうのは、医者じゃなくてもなれるんです。だから、例えば薬剤師さんとか、まあ、それから、あの方はでも教育学部であれだったかな。なんかそういう、理系の研究されてる先生だったかな、理科系のね、そういう先生とかでもね、取れたりするんですね。はい。医療ジャーナリスト、医療ジャーナリストっていうと、どうも私の中ではね、伊藤修也さんしか思い浮かばないんですけど、あれは、まあ、医療ジャーナリストっていうか、異常ジャーナリストだからね、もう言ってることがおかしいからね、完全にね。ワクチンは正しく理解できていれば誰が話してもいいような、私もそう思うんですけどね。正しく理解ってところが難しい。そうだからね、ぶっちゃけの話しちゃいますけど、医者でもちゃんと理解してないのいますからね、疫学。だからたまにツイッターで口論してるでしょ。だからその疫学をちゃんと理解してる先生と、その疫学よりもその、なんていうのかな、いわゆる、
疫学のもともとの本来のそのなんていうのかな目的ってものをすっかり頭ぶっ飛んじゃって、まあ、副作用とかね、まあ、そういうところだけでこう論じてる医者とこう結構ツイッターでもね揉めてると思うんですよ。でね、やっぱりまあ、分かりやすく言うと実はさっきちょっとね、動画見ててね、あこいつ変わんねえなと思って見てたんですけど、内海とかね、あれなんかもそうですよ。あれも医者だけども、あんなやつはちょっとワクチン語るというか、まあ感染症とかちょっと語る資格はないですね。猫が、捨ててショックが目から、もう言ってたね。拡張型心筋症か肺水腫か多いんだよな年取ってくるとな。医師資格がある人ならまあいいですが、それ以外はノーです。ただねこれね、看護師さんとかもねやっぱりねきちっとやっぱりね疫学は理解してもらわないと厳しいからね、むしろね看護師さんにもっと理解してほしいんだよな。この予防医学っていうね疫学、防疫ね、防ぐ疫病ね、これは看護師さんが理解してないとね、なかなかね啓蒙するのね大変なんだ実は現場では。現場どこ行ってもそうですけど、医者よりやはり看護師さんの方が圧倒的に患者に近いんですね、距離がね。でやっぱり看護師さんっていうか、看護師さんっていうのはその非常に患者にとって、まあ、話しやすい存在なんですよね。だからそこでこうやっぱり疫学をこうきちんと理解してなくて、まあ、そこでそのね何ていうのかな、ワクチンに対して正しい理解がないと非常に正直言って困る。ものすごい困る。そうね、不安を煽る話は誰でも何でも良くないよ。そうですね、おっしゃる通りですね。もめんこに捧げ十分。はい、お茶事ありがとうございます。山なんとか秀臣かな。あ、なるほどね。はい、不安を煽るのよくない。本当ね、一人命をね脅かすことはしないでほしい。本当そうですよ。ね、本当ワクチンは命に関わるから本当勘弁してほしいんだわ。これの本当にそのなんていうのかな、デマ情報を流すの本当勘弁してほしい。あ、中原秀臣さんですね。テネパーマさんこんばんは。はい、閣下が代わりに、あ、おさまちゃんこんばんは。はい、俺が代わりにこいおい、ちゃちゃさんこんばんは。はい、つまりありがとうございます。そうなんだよね、資格だけで区切れないのが現実なんだよ。もう本当にねやっぱりね、イブラカタブラさんこんばんは。はい、あれ、ミキミキさんご挨拶しましたっけ、さっきから書き込みいただいてますけど、こんばんは。はい、医療従事者への、優先接種の話をすると難色を示すのは大体看護師だと聞きます。まあね、やっぱりね、疫学ってねある程度、いますよ、森田さんとかね、森田先生とか、そう、医者でありながら医療ジャーナリスト語ってる人いますよ。そう、やっぱりその医療従事者や入選接種の話をすると難色を示すのは大体看護師だと聞きますという話があるんですけど、やっぱりねそこにはその疫学というものを正しく理解していないというのがあります。で、どうしてもね、そのなんていうのかな、まあ医者は6年、大学で勉強します。看護師さんは短いと3年です、ね。だから別にそこで差別をするわけではないんですけども、本来看護師と医者というのはですね、同じ目的に向かって走る違う、ね、ポジションの、同等立場の人間でなければいけないわけですよね。だけれども、どうしてもその知識とかそういうものっていうのは、まあ、6年勉強してきた、まあ、それから3年勉強してきた、もしくは4年ですかね、だとね、やっぱり圧倒的にやっぱりそこは違ってくるんですよ、元の基礎がね。
だからそういうところはあるんですけど、それをなるべくならこう現場にね入ってきて、初心にね、現場に来た時点で初心に戻って、もう一回ねこういろいろ一からですね、きちんとこうそういうところはね、基本に立ち戻ってやっていただきたい。よく私言うように、変化への対応と基本の徹底っていうふうによくね、私これ自分の中のスローガンにしてますけれども、どっかのね会社の、ね言葉ですけど、そのまま丸パクリさせていただいて、私がやはりねこう、10代の頃アルバイトした頃からね、その言葉にちょっと向かい合ってますんで、あ、これはいい言葉だなって正直思ってます。フローディスさん、こんばんは。脱粉してもいいですか？あ、いいんですね。これはせねばならぬ。脱粉ジャーナリストのらしい。待てちゅう。チンポジじゃないからね。いや、すごくないよ。別にね。逆に獣医師の先生方がワクチンについて理解していると聞きます。本当にね、獣医さんの世界っていうのはもう感染症との戦いみたいなもんだからね。もう本当にだから、獣医さんもそのいわゆるね、本当のですね、町のね、獣医さんと、それから公務員とかね、そういう本当の意味でのあれですよ、貿易ねをされてる獣医さんといるんですよ。でやはりどちらにしても獣医さんってめちゃくちゃ詳しいです。獣医師さんのね、感染症への理解は凄まじい、素晴らしいです。本当に、本当に逆に勉強させていただくこと多いですよ、獣医さんのね感染症に関してはね。そうね、ラカの問診では冒頭にブリブリブリはねいや本当ね、獣医師さん本当大変なんですよ、獣医師って仕事は。本当に大変。頑張れ、加計学園の獣医学部。いや、本当ですよ。獣医学部ね、もうちょっと増やしてあげてもいいんじゃないかなと思うんですよね。増えないでしょう、そのいわゆる公的な方の仕事をする獣医師さんね。いわゆるだから、町の獣医師さんじゃなくて、その、だから、口蹄疫とか、それから鳥インフルエンザとかね、そういう、ね、そっちの方で行政で仕事するね、獣医師さんがどうしても足りない、それありますよね。給料安ってのもあるしね、公務員ってどうしても基本給下がるからね。私、正常だったら医師になりたかったな。なれたかもよ。てか、今からでもね、頑張ってみ。ラカは、獣医師分野も関わってるらしい。なわけに。ああ、忘れてました？加計学園の獣医学部で、ね。いやー、あれはね、ちょっとどうかと思う事件ですけどね。ただ、あの時ね、こう散々疑惑を向けられてた玉木さんがね、先まともなこと言ってましてね。いやー、ちょっと驚きですよ。盛りかけなんかもおそばみたいですね。いや本当にね、なんていうのかな、野党バカだなと思いますよね。あの当時、今もそうなんですけど、野党がその与党にいろいろこう追及しようとした時、だから自分たちのこうなんていうのかな、支持率を上げるためにするべきこといっぱいあるのに、なんかわざとそれやらないのかなっていつも見ながら思ってましたよね。そば美味しいよ。愛知県が香川県選出の某議員にぶち切れ、高知県も嫌味炸裂質問してぶち切れ。そうですよね。いやだって四国っていうか西日本に必要ですよ、獣医学部。だって、でもよかったね、あの時で本当できて。本当にね、獣医師さんってね、大変なんですよ。30からでもなれるよ。偏差値高すぎ問題だけど、大学行く方法、金銭面はクリアできそう。あ、できるよ。30からだったらいけるよ。開業獣医って、蛇とか爬虫類とか見るんだろうか。先生によるみたいですね。見る先生は見るし、見ない先生はもうね、ワンちゃん、猫ちゃん。哺乳類のみみたいな感じみたいですよね。小児科ね。小児科の先生ってほぼほぼ漏れなく好きでやってるからね。あんまり多分自分ですごいと思ったことはないんじゃないかな。お股に蛇は生えないからね。
ってとこですね。うん、でまあね、今日のテーマはね、まあ昔の昔からね、ね、その日本の古典と感染症っていうのがですね、経団連のなんだろうね、これね、時の調べっていうなんか、このなんか機関誌ですかね、これね、のなんかこうここに掲載されてたみたいで、日本の古典と感染症月刊経団連というね、2020年9月号のね中にこう取り上げられてたもので、まあその記事のリンクの方で、今日ね、まあ載せさせていただいてますけどね、まあコロナ禍においてですね、まあ今回感染症についてね、まあもう日頃からね、こうきちんと、対策をしておかないとね、やはりこう、まあこういうふうな事態に陥った時に非常に弱いんだなっていうのをね、感じたかと思うんですね。だからやはりね、まあさっきもちょっと言いましたけれども、天然痘をね予防するときに作ったワクチンって、何もこう天然痘をのウイルスをね、こう薄めたり希釈したり無毒化したわけじゃないんですよ。これ天然痘のワクチンっていうのは、まあ人類でね一番最初にこうまあ実用化されたワクチンなんですけど、まあそのワクチンっていうのはですね、まあ牛ですね、うん、牛痘というものをねからね、あ、これが非常に似ているということでね、まあ、そこから持ってきているものなので、そしたら非常に効果があった。で結果としてその牛痘を使ってですね、まあ、天然痘を駆逐できたっていう、ね、非常にですね、これは素晴らしいことなんですよ。はい、蛇じゃないよ。やだ、蛇怖い。あ、パタ先生、こんばんは。拍手ありがとうございます。ラシの蛇。なんだ、ミミズじゃないか。ほとけ。糸ミミズとか言わなくてよかった、うん、なんで俺それで喜んでんだよ。小児移行期なしの、今の成人小児精神科は本当に神な病院。あ、いいね、そういうところね。まあ移行期ってね、結構こうどうしようかってなってね、結構引っ張っちゃうんだよ。22とか3とか、まあ、下手せれば30ぐらいまでその小児精神で見てたりとかするんだ。そう、いや天然痘じゃない天然頭になってる、うん、獣医と言ったら犬と猫しか見ないんじゃないかって思ってました。うん、そんなことはないですよ、うん、まあそのだからもう獣医学部って言ってもね、まあそれぞれこういろいろ得意不得意あるみたいなんですよ、先生によってね。私もちょっと獣医の世界って細かいんですよ、いろいろ。うん、でちょっとよく詳しくは知らないんですけどね。はい、ロバンキャ先生やんけ、ね、ロバキャン先生ね。はい、はい、チリスピーさん、こんばんは。はい、こんばんぴーです。はい、ラスカルさんの糸ミミズ、ほとけ。あ、どうせ小せえ小せえ、わかったわかった、糸ミミズは金魚ね、さあ食ってくれ食ってくれもう。ブルーバード SNS で、ああはいはいはい、社会人でなる気って医者に言って鼻で笑われてバカにされた。塾に行かないと無理だよ、塾高いよ、笑っとも言われた。そんなものかな。本当の意味で努力したやつは、努力したことないやつは分かんないかもね。なんだろう、自分の限界まで努力したことないやつには分かんないよ。大学入るのに、なんていうのかな、自分はこれをやりたい、こうなりたいから、意地でもやってやるって気持ちになって、医大に向かってきたやつじゃなきゃ分からないから、やっぱそういう気持ちじゃない人、だから例えばね、だからすれば、そういう考えになるんじゃない？塾に行かないと無理だよって。塾高いよって。高いから何なんだよって話だし、塾に行かなくてもやろうと思えばできるからね。まあ今いろんな方法あるし、学力が ないからできないっていうふうな言い方をする人とか逃げる人っていうのは一生何もできないよ。だって自分の学力のね、身の丈っていうのは最終的なところで出せばいいんだもん。
入試っていう場面でね、でその入試って場面は現役の人だったらある程度ゴールはあるかもしれないけど、別に大学の入試に関しては現役すぎたって浪人したっていいわけだから、うん、そこでちょっとねこうゴールを決めちゃうのは私はいかがなものかなと思う、うん、元の小児科さんの先生もしばらく、新生児と話し合いながら治療するらしい。そうだよ、うん、お股にサナダムシ、なんか最近かゆいんだよね、天然と言われて名前呼ばれたと目が覚めた私、天然痘だったいや、なことないです、天然な人ってあれですよね、地頭がいい方多いですよね、うん、なんだろう、一見こうなんていうのかな、ポーっとしててこうポワーンと見えるんですけど、実はこう頭いい人多いですよね経験上なんですけど、こうちゃんと話してみるとこう、あ、すごいな、地頭いいなこの人っていう方が多いですね、経験上ね。はい、ラッシュのミミズは食べない、うん、いやミミズでありがとうございますね、糸ミミズじゃなくてね、本当ね、はい、国立大学法人東京大学名誉教授を、そうなんだ、うん、そんなおおらかなラッシュのことみんな大好きなの、 ありがとうございます、髪の毛ビヨーンってね、はい、理由なしで医学部に行く人より必要ややりたいことで行く方が世の中、うん、分かってから患者さんにとっていいと、まあそれありますね、なんか泣きそう、あそんなになんか 泣ける、 ありがとうね、うん、てか、うん、そういうふうにね、あれかな、人が努力することをさ、うん、妨げるのは良くない、ただ努力しないやつをやっぱせせら笑うのはいいと思うけど、努力しようとしてやろうとしてる人間にそれはない、うん、天然痘って確かそうだよ、牛由来だよ、そうなん、牛痘由来なんですよ、すごいでしょ、だって人の病気なんだよ天然痘ってね、うん、それを牛痘って、まあ、牛にも同じような病気が、でそこから持ってきてそれを摂取したらなんと効いた、これすっごいことだよね、うん、そうなりたいものになって向かっていく、これが大事なんですよ、うん、だからその過程でいろいろな経験があるわけです、たとえね、たとえですよ、それにもしなれないとしてもそれまでにやった努力のやり方とかあり方というのは絶対無駄にならないから、うん、いろいろな経験したりとかいろいろな、ね、思いをしていろいろこうね、たくさんの苦労していく、それは無駄にならないです絶対、うん、まあ大体ね、諦めない限りね目標大体達するけどね、あ、まあ、もし達さなくて もうそこまでやったね、プロセスがあればいろんなことに向かっていけるんですよ、あのね、そういうねことにね一つ一つ逃げていくと結果として一つ一つ全部逃げていくことになるんです、うん、大昔戦術にウイルス兵器使ったとか、うん、今もあるよ、自分を一番信じなくちゃいけないのはいつも自分、そう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 、結局ね最後ね、最後に自分を信じてくれるのは自分だけです、うん、で多分自分以外で信じてくれる人って自分の親とかね、あとまあ自分の一生のパートナーとかそういう人なんじゃないかな、はい、28分ですね、ありがとうございます、なるほど、天然って言われるので地頭がいいんだよって言おういいと思います、はい、私が尊敬する順天堂大学の天野先生、おお天野先生、はい、は医学部を二浪して、日大医学部に合格した、うん、そうですよ、もうだからあのね、やりたい理由っていうのがあればもうプロセスはねもうどうでもいいんですよ、自分自身が求めてるのは結果なんであって、できる範囲で物事やろうと思ったら、それは成長しないっすよ、うん、そんな風にやってたらだって何も自分が成長していかないじゃないですか、うん、そう国際条約でね、ウイルス兵器禁止にしたんですよ、うん、まあでもねそれでもこうね、まあ陰ではやってますわ、うん、だから、まあ今回のね COVID-19 に関してもまあ、あれは間違いなくウイルス兵器じゃないですよ、あれは作ってる段階で確実に間違えて漏れちゃったもんですけど、まあやってたんでしょうね、うん、まあそれか先に流行した、まあ、SARS ね、うん、SARS のバージョン1をまあ
ワクチン作ろうとしてたのか、それともそれを使って何かしようとしてたのか、どっちかでしょうね。うん、まあ、もしくは本当にただ学生の実験が漏れたとかね、なとこでしょう。なんかね、部屋の寒いと思ったら窓閉め忘れてた。あら、ちゃんと閉めてね、風邪ひいちゃうよ。障害も苦手も理由にしないで頑張ってみる。そう、あのね、自分がどうせ分かってんだから、そういうのってさ。例えば私だったらこうね、すごく自分にとってこう弱いところってたくさんあるんですよ。弱点知ってますし、もういいお年のおじいちゃんですから。でもやっぱりそれ言い訳にしたって何もできないでしょう。でも自分はそれやりたいと思ったらどうやってやるか考えればいいんですね。あの研究所の噂はね、まあ、間違いなく意図的に漏らしたものじゃないやね。あんな中途半端なものはまあ恥ずかしくて出せないだろうな。あの女性研究員の写真も名前も消えてるとかね、あったね。ラッシュの弱点は前立腺、やめなさいと。はしかって絶対罹患するのですか？はしかってどんな症状ですか？はしかですね。じゃあね、ちょっとはしかのお話しましょうか。まあ、あのかつてはね、よいしょ。はい、はしかの症状をちょっとお話ししておきましょうか。はしかはですね、非常にですね、強い感染力を持っていますね。我が国では予防接種をですね、風疹と一緒にやります。MR ワクチンというものですね。はい。でですね、まあ、非常に強い、まず、感染力があるということで、空気感染もしてきます。ね。よく私が言っている実効再生産数ね、それの元になる基本再生産数というものがあるんですけど、1人の患者からですね、平均ですね、はしかはですね、12人から18人感染すると言われております。非常に感染力が強い感染症の一つです。基本的にはですね、マスクの装着とか手洗いで、これは感染の防ぐことができないと言われています。で、まあ、一番ね、最近流行したのはですね、2017年に1年間で約11万人がはしかで亡くなってるんですね。2017年の1年間で約11万人の方がはしかで世界で亡くなってます。はい。で、2019年には日本でも発症が700人を超えてます。はい。でまあ、ちょっとね、日本も増加傾向で、最近5年間で最多、2019年ね。症状、大体ね、こう独特の、はしか特有の発疹、ブツブツが出てきます。で、あとですね、38度前後の熱が出まして、咳、鼻水、目の充血、下痢、それからね、頬の内側に白いですね、コップリコンというものがですね、できます。で、ね、あと、まあ、そのプチプチの発疹が出てくるとね、熱とかね、それから、まあ、カタルがね、だいぶ重症化してきます。で、回復に向かってくるとね、発疹はですね、ちょっと跡が残ったりもすることもあるんですけど、色素が沈着した後ですね、だいたい消えていくというものです。とっても苦しいです。はい。熱がね、やはりちょっと高めに出てきます。はい。ね。そう、まあ、絶対罹患するってことはないですけど、まあ、周りの方が罹患しちゃった場合で予防接種を打ってないとね、かなりな確率でもらいます。はい、これはね、はしかに関しては、だから予防接種確実に打っといていただいた方がいいです。で、冒頭にも触れましたけどね、その、まあ流し火の話でね、まあこのはしかの話にちょっと今日はと思ったんですけども、我が国はですね、非常にこう、まあ過去はね、もう戦前ぐらいまでは寿命がだいたい50歳までぐらいしかなかったです。で、どうしてこんなにね、寿命が伸びたかって言ったら、これは非常にワクチンの影響が大きいと言われています。で、その理由というのは、まあ、まずはね、最初にその、まあ、今は中止になっちゃいましたけど、集団予防接種の効果、ね、そういったものがありました。それから、
まあね、ただあとはまあ今当時なかったようなね予防接種とかも非常に増えてきて、まあ髄膜炎であるとか、まあそういったものね、あの感染症で、まあこうこれは発症したらなかなか命のこうね、がまずい、要するに重症化率が高いと言われているようなねもののワクチンなんかもね非常に登場してきました。だからね非常にこう、寿命がね伸びてきたという背景があります、ね、前立腺は女性の G スポットいや男もだよ、うん、風疹ちゃんとワクチン打ち直してきた。あ、うん、そうですね、その方がいいですよ。あの成人になってから、失礼します、ちょっと水飲みますねMR ワクチンはあの成人に なってから1回あのなる前、もしくはなる直前ぐらいに1回打った方がいいと思いますよ。自費になりますけど、小さい頃にね、例えばもう今の平成生まれのお子さんたちとかは、まあ、あの小さい幼い頃に、ワクチン接種してるんですけれども、その効果って人によってね様々です、持続する方、持続しない方ですから、まあ、改めてねその成人を迎える前にMR ワクチンは打っていただいた方がいいです。風疹症候群の予防もありますし、このね、はしかの予防もあります。はい、はあはあじゃなくてね、うん、痛いよ潰すと、うん、自衛隊に入隊したのは完全に自力だった、問題簡単なものだったけど、だからこそ満点取らないと受からないって。女子の倍率は大阪で150分の20人、独学で無理だと広報官に言われてたけど私受かったよ。あの時くらいの努力したらいいのかな。泣きそう。うん。あ、そう。だからね、諦めないことだよね。うん。何でもそうなんですけど、目的を、失っちゃうと、目的って叶わないんだ。うん。だから、例えば、あのね、プロセス。要するに、途中経過を目標にしちゃってる人っていうのは、目標はあんまり叶ったところでその先がないから、例えば、目標が先にあるとね、変な話だけど、例えばその、まあ、受けたい学校落ちた、うんね、じゃあ今年はちょっと無理かな、うん、でも他にも方法があったら、例えばそのね、何かしらそれに携わる仕事を目指したりとか、そういうふうなことをしてきます、うん、でどうしてもその仕事をやりたかったら、絶対その仕事に向かってね、また次の年やり直す、1年に1回しかないからね、チャンスは。もうね、とにかく目標、これは大事ですよ。目標を見るってこと、プロセスと目標を間違わないようにね、うん、だから大学に入るとか、そういうのっていうのは、これ、あくまで途中経過ですかね、大学なんていうのはね。うん、大学入っても、その先に、こう、まあ、大学入りながらね、目標を探すっていうのもありだけど、うん、結局、最終目標が見えてないと、なんだか分かんなくなっちゃうからね、最後に。うん、そういう人に限って、こう、大学で教わったことなんか、何の役にも立ってないっていうのは、いや、それはあなたがね、卒業した大学の知識を生かす職業についてないからだよ。それは、大学が悪いんじゃなくて、あんたのせいだよってだけの話だからね。はい。うん。ね。はいはい。罹患した記憶がない。うん。コプリック班見たくないな。うん。はしか、子供の頃、風疹だと思っていたのはしかだったみたいで、はしかの抗体ががっつりありすぎるあった。おお。うん。コプリックはね、罹患した記憶ない。うん。もしかしたら予防接種されてたのかもしれないですよ。うん。まあ、ただ、抗体検査ね、もし気になるようでしたらしてみてもいいと思います。魔人風疹。はしかの記録も予防接種した記憶もないので、近々血液検査で抗体あるか調べに行く予定です。あ、そうですね。その方がよろしいですね。はい。特にね、周りに、こうね、妊娠されてる方とか、もしくはその妊娠のね、予定がある方、ね、それからお若い方、こういう方はね、本当に受けた方がいいですよ。はい。っていうと結構な方が当てはまっちゃうんですけどね。うん。RS 地獄。なんだそれ。麻生太郎氏が出征した時、平均寿命は47歳であった。当の本人は80歳で堂々の財務大臣。うん、そうですよね。うん。唐さんこんばんは。
ね、はしか500人に1人は死にます。うん、そうですね、具体的に言うとその数字になりますね。うん、まあ我が国のね、まあ、人口からするとそんなる、うん、な、うん、なるな、うん、大体そんなもんです。はい、花粉でかゆい目こすると良くないの、本当に眼球に傷つくからね。うん、目あんまりこすんない方がいい、洗った方がいい。うん、はしかって血液検査項目だと何になりますか。あ、ね、抗体検査。うん、あの単純にそのはしかの抗体を、まあ調べてくださいって言えば大丈夫ですね。はい。ね、というところでございます。はい。ね、というところですね。500人に1人、一見少ないように、見えるけど恐ろしい。いや、本当そうですよね。怖いですよね。本当、手洗い、手洗い。うん、なるほど、なるほどです。本当です。はい。この前 MR ワクチン打ったけど、クリニックが本当は、風疹単体の仕入れをしようとしてたらしく、ミスで MR ワクチン届いて、どうするって聞かれて、それでいいって言って打ったよ。ああ、その方がいいですよ。もうね、本当はね、よく言えば MMR の方がいいんですけど、うん、ムンプスね、オタフクもね、こう一緒に予防してくれるやつの方がいいんですけど、我が国はね、ちょっと MMR がね、承認されてないんで、うん、MR ワクチンになってしまうんですけど、まあ、一緒にやっといた方がいいですよ。まあ、どちらも非常に重要なんで、はい。ね、もう本当に、なんていうのかな、この辺のワクチンはね、すごく重要です。まあ、今日、はしかの話してますけど、一緒に入っている MR ワクチンのね、もう片方のね、風疹に関してはね、本当にその、なんていうのかな、妊婦さんがね、こう感染してしまう、特に初期ですよね、妊娠分かってるか分かんないかのこう初期に感染してしまうとですね、非常にそのね、お腹の中の赤ちゃんにですね、こう障害が出る可能性、非常に高くなります。ね、風疹症候群っていうんですけれども、うん、非常にね、過去はものすごく恐れられてました。はい。うん、今もね、結構怖いんで、反ワクチンの人とかいますから、非常に怖いんで、本当に積極的に、接種していきましょう。男性の方にはね、クーポン券も、風疹の予防注射をする機会のなかったね、50代以下の方にはね、クーポン券届いてますから、ぜひね、ちゃんと中身読んで、開けて、ちゃんと病院行って、抗体検査を受けてください。はい。水ぼうそうかかったとき、抗体ができたかどうか調べてたらできていた。あ、よかったですね。はい。タピさん、こんばんは。はい。お茶、ありがとうございます。風疹、あ、じゃあ風疹、はしか抗体下がってしまい、打ちました。ってことで。そうなんですね。8000円。あ、やっぱ単独だと、やっぱちょっと割高になるんですね。まあ、おそらく両方入ってるやつで1万円ちょっとなんですよね。うん、単価だとまあ8000円とか、まあ、6000円とか、自品のやつはね、ちょっとその仕入れ値で変わっちゃうんでね。うん、抗体があってもそのまま注射打って問題ないので、抗体検査すっ飛ばして注射打ってもいい。そうです。その通りです。むしろね、私はそれを、おすすめしちゃいます。ね、面と向かってお話しする場合はね。うん、ただ、やはりね、一応基本フローとしては、まあ、抗体検査をしてからというふうになってます。うん、ぶっちゃけね、抗体検査の方の金額も2000円ちょっとだったかな、かかるんです。で、予防接種が、まあ、大体、MR 両方やると、まあ、約1万円自費でね、まあ、それ考えると、まあ、8000円とかぐらいだと思うんですよ。やっちゃった方がいいんじゃないかなっていう思うんですよね、いつもね。はい。あれ以上目薬したら楽になった。未開封のあってよかった。使用期限大丈夫かい？ね。
ハッピーメール米山市の JR 東海ローカル線ツイートに対するスイーツ市の引用リツイートを見たらラッシュが現れたあれね、うん、いやあれは米山さんねえよと思ってね、うん、そう、あのむしろあれはスーツ君じゃなくて、そう米山さんに対してリプしたかったね、うん、いやでもね、あのスーツさんっていう人はまともなこと言うよね。あ、若いのにさ、まあ本当になんていうのかな、まあこいつあれだけれども、非常にこうね、まあ彼はまあ言わないでしょうけど、自分では彼はおそらくね、こういいご両親に、それご両親に大事なことをきちんと育て言ってね、育てられて、周りのこう友人であるとかこう知人にものすごく恵まれて、ああいういい成長したんでしょうね、本当にきちんと、なんかすると、いやー素晴らしいなと思いますよ彼、うん、風疹単体6000円、マシン単体5000円、 MR9800 円、だったかな、ウタクリニック、うん、まあクリニックによってね、値段違いますんで、最初に聞いちゃった方がいいですよ。うん、抗体検査にかかる費用、結果が出るまでの期間、クリニックに通う回数など、無駄になってしまうので、抗体検査は後回しにしたい年頃です。そうですよね。どうしても何回もね、休めないですもんね。うん、私はだから、進めちゃいますよ。うん、毎年、出してもらっててね、うちの施設そばに、杉の木育てていて、そいつから黄色い花粉飛んでくるからムカつくのを、近所の人が杉の木育ててる。ああ、杉花粉だ。まあ、一時期ね、その植林政策でね、むちゃくちゃ埋めましたからね、杉ね、植林しましたからね。萩山になっちゃったところにね、杉ばっかりだから困っちゃったのもあるけど、まあね。はい、この頃自家製炎の方多く来るし怖いので、患者さんのキャンセル分ムンプスワクチン打ってもらいました。あ、いいと思いますよ。結構ね、そのね、ムンプスはなんていうのかな、流行りとか流行りじゃないとか、結構こうコンスタントに来ませんか。うん、私の印象はそんな感じですね。はい、変な趣味だね。うん、何が？あ、杉の木の趣味？まあ多いかもな。静岡地区はよく快速なしのロングシート地獄だと言われるが、割と混んでいて、全域で同じぐらいの料理がある静岡においてはちょうどよかったりする。うん、あれはね、ちゃんと JR 東海が在来線を見ている証拠なんですよ。うん、で、じゃあなんで名古屋圏で乗客そこそこ多いのにクロスシートをやるかって言ったら、名鉄とのあれですよね、客の奪い合いですよね。非常にその速達性に名古屋にこだわって、名古屋ではこだわってますよね、 JR 東海。だからね、そうね、6歳ですでに花粉症だった、まあよくある。そうだからね、 JR 東海をねどうのこうの言うのはね、ちょっと違うと思うよ。あの企業は新幹線を抜かしたとしても、覗いたとしても、ものすごく努力してる。まあ、それは確かに鉄道マニアからすると面白くもなんともない会社だけどな、あの会社。イベント列車やるわけでもないし。たまにやるけどね、あのイベント列車面白いにやるけれど、別にそのほら変わった電車がね、あの東日本みたいにね、四季島があったり、西日本みたいにね、水風があったりとか、JR 九州みたいなああいうイベント列車があるわけじゃないけれど、本当地道にね、その、なんていうのかな、鉄道業というものに集中している会社なんで、東海はあれはあれで鉄道会社としては素晴らしいと思いますよ。小さい頃くしゃみで鼻水飛ばす遊びしてた。面白いことやってんな。やっぱ来てますよね。来ますということでね。はい。ね、豊橋岐阜で名鉄の競合は命がけである。豊橋から名古屋はカルテット切符という破格切符があるのでおすすめ。名鉄も同等の切符を用意している。そうなんですよ。だから、なんていうのかな、名古屋はロングじゃなくてクロス入れてるんですよね。まあ逆にはね、213みたいなね、2ドアクロスとかね、新快速とかね、やってたわけですね。もう全然だから、マーケットに合わせて、その列車の運転形態を変えるっていうのは、
あれですよ、マーケティングとしては非常に正しいことですよ。うん、何にも間違えてない。うん、だからね、米山さんみたいな方が非常に陥りがちなんですけれど、あの人弁護士でもあって医者でもあって、まあ、他にも結構資格を取りまくってる方なんですけれども、ああいう人の欠点っていうのは、そのなんていうのかな、世の中の庶民感覚とか、そういうそのマーケティングって言って、その市場、まあ市場ですよね、市場って、そのだから一般的なその世の中のその市場で、市場っていうのは必ずしもいつも一緒じゃなくて、あのタイミングとか時期とか季節とかで全然変わってしまうんですね。でそういうものに対して、そこに、がっちりとマーケティングっていうものを合わせて、それをこうやっていくってことがね、ああいう方はものすごく苦手だと思うんですよね。うん、企画してこうボンと投下するっていうことっていうのは結構誰でもできたりするんですけど、その時のニーズ、その時の状況、その時の、ね、ものでこう瞬時にマーケットを組み立てて、そこにこうボンと落とすって、ね、あ、スーツ氏が指摘していた名称戦ね、うん、名称戦を残すなど経営的に狂った行為であり、JR 東海が地方交通を考えている証拠なのかもしれない、うん、まあそのとその通りですよね、名称戦ね、うん、あれは確かにそう思いますよ。まあスーツ君が、まあ彼も非常にね、素晴らしいマーケティングプランを持ってるんですよ、彼自身が。だから理解できるんじゃないかなと思うんですよね。彼のその YouTube 動画に対して上げてるものって、彼は彼が上げたいものではなくて、自分のユーザーの分析を的確に分析して、そのユーザーが何を見たいかっていうユーザー視点の画像動画を上げてるから、彼の視聴率ってうなぎ登りに上がってきたんじゃないかなと思うんですよね。うん、で彼はおそらくね、彼の作りたい、上げたい動画じゃなくて、自分の視聴者を分析して、自分の視聴者が見たいものを上げてきたから、あの人上がってるんですよね。そういうのはマーケティングって言うんですよ。うん、だから、米山さんとかはそういうのができないんでしょうね。うん、だから、ニーズを分析するってことができないんでしょうね。うん、と思いますよ。うん、ね、そう。少々脱線してしまいましたけどね。はい。ってことで今日のね、テーマは、流しびなとはしか。まあ、せっかくにはね、流しびなとね、まあ、日本古来から続くね、疫病との戦いのお話でございますね。流しびなっていうのはですね、まあ、その疫病で回復された方はね、まあ、それをですね、まあ、まあ、感謝の念も込めて流したのもあります。ね、厄を流すという意味もあります。まあ、それからね、もし疫病で亡くなられた方がね、ご身内にいた場合はですね、そのですね、役をですね、流しびなでね、一緒にですね、弔うという意味なんかもありました。ですから非常にね、まあ、かつての我が国というのはですね、疫病とずっと戦ってきたんですね。ですからその医学の進歩によって寿命がね、非常に伸びてきましたけれども、だからね、非常にまあね、最近軽んじられてきてますけれどね、まあ今日のそのね、医療サイトでね、医療サイトでまあね、滋賀医科大の中川先生がね、こうおっしゃってましたけど、非常にそのね、生きるということのね、重要性というか、生きるということの危うさをね、毎日本当感じつつですね、昔は生きてたんですよ、うん、常に死の危険にさらされてましたと、うん、でところが今はそうではないですよね。うん、例えばまあ昔だったら本当にね、その荒れ狂うような自然災害もね、そういったものにもね、脅かされてましたし、ね、万葉集の時代とかは本当そうだったと思うんです。感染症もそうです、ね、そういうものが最近ないがゆえに、非常にその命、生命を守るということに対して非常にね、ちょっとね、こう、まあ、みんながね、こうそんなにこう、うん、考えなくなっちゃったのかな、なんかちょっとそれもね、まあ、ここでね、このコロナを機にね、見直すべきじゃないかなというふうにね、思うという言葉が非常に今日響きまして、まあ、このね、先生のちょっとね、まあ、コラムというかね、読ませていただいて、ね、うん、
まあこれ、まあ、あの中川先生特集で書かれてて、まあ、よく読んでるんですけど、うん、今回はこれすごいなんか皆さんにご紹介したいなと思ってね、まあ、ちょっと砕いて砕いて、お話をしてみました。はい、うん、そうですね、まあ本当にね、今はそういうワクチンとかがね、そう、うん、そう、ワクチンで守れるものはワクチンで守りましょう。ただね、注意してほしいのは感染症のほとんどがワクチンないですからね、うん、だからこそワクチンで守れるものはワクチン打ちましょうって話ですね。だからね、まあ、他のね、うん、なんて言ったらいいかな、感染症もありますが、そのそれこそ手洗いとかね、マスクとかで、今回みたいにもう分からないものはそうやって防ぐしかないんですよ。うん、で、先ほど私も話した通りで、はしかのようにもう感染力がずば抜けて高いと、もうマスクでもね、手洗いでも守れなくなったりするんですよ。うん、だから、もうそうなるとね、非常にこう苦しくなってくるので、で例えばそのはしかとかは合併症も起こしますからね、肺炎とか中耳炎とか脳炎とかで、この辺は感染症であれば結構ね、インフルエンザとかでも起こしやすいものなので、本当に感染症っていうのはその症状そのものよりも、それ感染した後のこともね、結構その後遺症っていうものもね、考えていかなければいけないというのがありますから、本当ワクチンで防げるものはね、ぜひワクチンで防いでいきましょうというところでございますね。はい、うん、できてることが当たり前じゃないですよ。あ、おそまちゃんおやすみね。うん、ということです。だからね、まあ今回ね、まあコロナのワクチンいろいろ言われてますけど、まあ判断するのはご自身ではございます。そう、後遺症の方が怖いから本当その通りでございます。後遺症の方が怖いんですよ。うん、特にね、この今回コロナが流行したことで、ね、特にその後遺症の部分ね、感染症後の、後遺症は非常にね、こう脚光を浴びている状態ですね。今まであんまりねそこに目がいかなかったんですけどね、うん、要するに目立つ、例えばそのね脳症とかね、そういうものはね、出てたんですけども、うん、今までやっぱり感染症の後遺症といったらもう肺炎とかね、中耳炎とか脳炎とか脳症とか心膜炎とか、うん、そういうのがもうメインだったんですけど、それ以外の部分もねかなり今回見られてきましたからね。はい、ということで57分お知らせありがとうございます。そうですね、うん、あ、なるほど、ということでね、うん、そうなんですよ。はい、ね、ということでですね、まあ今日はですね、まあ、感染症のことについてね、非常にねワクチンそこ重要だよってことをねお話ししてきました。風疹結核、水疱瘡、お前らはダメだ、マスクや手洗いで防げん、全くその通りですよ。うん、そう、はしか、結核、水疱瘡、ね、はマスクや手洗いでは防げません。だそういう感染症もあるわけです。だからそういうものはワクチンがせっかくあるわけですから、ね、こういったものはワクチンで防いでいこうと、ね、科学的根拠のないね、つまらん陰謀論を信じてないで、ね、そんなのでね、こうビビってないでね、うん、お前ちょっと待てよと、その前に、じゃあなんでワクチンがあるんだよってことをね、冷静に考えてみて、そう。よく考えて、ワクチンってものね、今こういう時代だから忘れちゃってますけど、ワクチンでどれだけね人類がこうね、寿命が伸びてきたか、救われてきたかということをよく考えていただいて、ワクチンってものをもう一回考えてほしいしね、と思います。コロナ若い方でも後遺症が出るから甘く見てはいけないよ。本当そこの通りです。はい、おっさんが泣きながらキャスしてるので気持ち悪いからもう来ないね。いや、泣いてねえよ泣いてないよ、真剣だけど、うん、真剣には話してるけど泣いてないよ、うん、ってことで、はい、ってことでね、59分になりましたんで、ぼちぼち1時間になりますんで終了させていただきたいと思います。あ、お疲れ様でした、ありがとうございます。はい、あ、非公開にされてる、あ、わかりました、ありがとうございます。はい、ね、はい、お疲れ様です。はい、あ、はい、キャスカンありがとうございます。
あ、配信前のね、投げキャスありがとうございました。はい、お疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、ということでですね、そうだ、 YouTube への再アップ再開してるんですけども、こちらのツイキャスと全く同じものが、アップされてますんで、特に何も編集は加わっていませんので、もしよかったらそっちも見てあげてください。はい、はい、お疲れ様でした。ではおやすみなさい。